厳しい、厳しいよ、練習厳しいよ。鬼教官だな、教官。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。バックフラワーの住処が終わって、これは左右どっちに行けばいいんだ。あ、ちなみにね、動画外でこっちクリアした。森の練習場、あれはなんか一つレベルが上がっていくんかな。とりあえず森の外れか朽ちた祭壇、ちょ森の外れ行ってみよう。さあこっちは、こちらの道は行き止まりみたいですね。これも練習かな。あ、マリオさん、ガボンがいますよ。ガボンって何。あ、これか、なるほど。こんな森の奥で何をしているんですか。これプレイキャラの方にもおるよね。森の木からラケットを作っていたんだ。この辺りはラケットにすると手になじむ息が取れるんだ。そうだ、僕の守備練習に付き合ってくれれば君たちにも同じラケットをあげてもいいよ。パックンフラワーが吐き出すボールを僕が取れないくらい厳しい場所に打ち込んでほしいんだ。ほうほう、飛んできたボールを打ち返せなかったり、僕にボールをリターンされたらミスだからね。マジか、リターンされた時点でダメなの。3回ミスするまでに20回リターンをよろしく。どういうこと、3回ミスする前に。木のラケットですか。これからのテニスバトルを考えるとたくさんラケットが欲しいですね。やってみましょうマリオさん。ちょっとなんかいまいちよくわからんけど、とりあえずガボンとやらが取れなければいいということ。リターンエースチャレンジ、3ミスするまでに20回リターンエースを決めろ。私リターンエースとか決めたことないんやけど。あ、私か。あ、ちょっと待って、あれ、あ、これでいいの、これでよろしいんすか。のろくね、のろくね、なんか思ったより非常にのろい。あ、ごめん、優しいんだね。めっちゃ優しいレベルなのね。オッケーオッケー、初級とはいえね。絶対取りに行く気ないやろ、普通に考えて取りに行く。あー、待って、ダメじゃん、ダメじゃないっすか。へい、いけい、スパコーン、うめっ。この、なに、このさ、この鳴き声めっちゃ好きなんよね。よくない。でも絶対これ走る気もないけん。キャー、ちょ、私マジでさ、早めばっかりなんよね。やばいやばいやばい。ちょっと、とりあえずさ、そろそろラケットが壊れそうな感じがするよ。はぁ、てやぁ。私、場所決めるまでに結構時間かかるよね。狙い撃ち。よし。ほっ。だってラケット、なんか振るのめっちゃ遅いもん。あー、ダメだ、壊れた、壊れた。あのタイミングがちょっとね、いまいちわからないんだな、私は。壊れてしまう。もうちょっと遅くしないといけないのか。早いんよね、要は。ちょ、待って、頑張ります。ちょ、もう一回頑張ります。あっちまで落ち込んでる。全然ダメ。これじゃあ練習にならないよ。失敗してしまいました。ガボンから離れた場所に打つのが良そうです。次はガボンを満足させましょう。違うよ。そういうことじゃないでしょう。そういうことじゃなくって。パックンフラワーの、力の加減が、君に打ち返されないようには打ってるじゃないか。一回だけ打たれたけれどもよ。けれどもよ。ほっ。だってほら、全然、こっちが打ったぐらいの時にさ、振り寄るもん。え、なに、後ろのパックン超可愛いんだけど。え、超可愛くない？めっちゃ小さくない？あれパックンかな？ああ、あ、バックンじゃないよね、あれは。いい、ダメだな、これはあれか、あ、はい。これはあれなのか、要は、今の跳ね返って当たりそうなぐらいの勢いだったけど。加速して打てばいいってことか。多分。多分。この調子でいけば一回も取られないぜい。だってこれでさ、
このガボンが、これでもトゥアーリーなのか。いやー、これガボンが一回も取れんかったとしてもあれなんやろ、こう僕に打たれないようにしなくっちゃみたいなこと言われるわけやろ。ラケットが壊れても取られてねえわ。へい、危ねえ。ちょっと今ボディショットになるかと思った。ボディショップって言った。なんだそれは、どんな店だ。怖い。あー、ちょっと待って、ダメだ。とりあえずあれはちょっと保留にしておこうかな。とりあえずちょっと強い力で打ってくるやつはとりあえず保留にしておこう。別にこっちが取れん分には問題ないわけやろ。わし頑張ります。それ以外のやつを打っていこう。私はよし、いきます、いきます、頑張っていきます。はい、もうガボンも喋らなくて大丈夫よ。喋らなくて大丈夫だからね。ヘイカモン。うん、とりあえずあれだな、このね、パックン側の狙い撃ちをどうにかしてこう防げるように練習をしておこう。よいしょ。ってことはあれか、前回のさ、パックンの隅か、あっこで練習したらとりあえずは大丈夫かな。あ、あれでも罰なの？ダメなのか。じゃあ防がないとダメってことか。きついきついきつい、それはきついぞ。それはきついぞ。へいへい、マジかマジなのか。じゃあちょっと狙い撃ちを打たないようにしていただきたい。半分きた。せい、あ、ダメやん。きついよー、きついっすよ。打ち返される。あー、ちょー、はい、あと1回しかない。あと1回しかない。狙い撃ちを返す術が、私、お、早すぎるんよね、多分この毎回毎回が。で、普段はいいんやけど、狙い撃ちの時に関しては、おいやー、ちょっと待って、えいっ！あー！待って、全然ダメだ。狙い撃ち、ま、どれぐらいのスピードで行けばいいの、これは。厳しい。厳しいよ。練習厳しいよ。鬼教官だな。教官？教官なんか、鬼コーチだな。いやー。なんてこった。違う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 。違う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 。はい、現実逃避していくところだった。初級なのに、3回のミスというのが、いや、きついっす。来い。でも多分あれよね、その何、加速を使うという部分では間違っていないはず。でも加速使わなくてもできる人はできるんだと思うんだけど、初級者的な感じでは。おっと、その方法で行くのがいいはず。あー、こいつ来たつい。あー、トゥアーリーなんだな。あんまり出てこないでいただきたい。あんまり出てこないでいただきたいよ。こいやー、へい。もうあれ以外は単調に打ち返していってればいいと思うんだけど。思うんだけど。あー、来たー。はい。あー、トゥアーリー、ダメだ。あと8回。あと8回は出てこないでください。あ、あ、あ、それか、たまたまあいつが出てきたときにちょっとスペシャルショットが打てる状態とかになっておいてくれれば。キャー。もうちょっとでたまる。はい。あー、これ
れはあいつが出てくる前ちょっと残しとこう。へーい、せやー。それかラストやったらラストで使えばいいかな。あ、減ってる。あれ減るのか。減るんだな。クリアした。クリアした。一応良かったけど。良かったけど。ちょうどレベル10。ふぅ、辛いよー。鬼コーチだったよー。よし。やりましたね、マリオさん。見事なリターンエースでした。ありがとう。さすがマリオだ。約束通り僕が作ったウッドラケットをあげるよ。お、やった、ウッドラケットゲット。これで多分強化されたはず。じゃあ、多少耐久が上がったのかな。新しいラケットを手に入れると、ストーリーモードで使えるラケットの数が増えます。攻撃力が高いラケットは相手に多くダメージを与えます。防御力が高いラケットは相手の攻撃でラケットに受けるダメージが少ないです。耐久度が高いラケットはダメージを受けても壊れにくいです。ラケットが壊れた場合は、ステータスで表示されているラケットを左側から順番に使うことになります。ステータスのラケット変更で使うラケットの順番を入れ替えることができます。ラケットが壊されて負けてしまうときは、レベルを上げるか、新しいラケットを手に入れて使えるラケットを増やしましょう。じゃあこれからまたここでいろいろとやっていけば、増えていくってことかな？多分。あ、じゃあちょっと、これで何？ステータス？これでちょっと、あ、ウッドラケットなっとんだ。じゃあこれでいいか。はい。行きましょう、クチタ祭壇。ウッドラケットで。ずいぶん森の奥まで来ましたが、パワーストーンはあるのでしょうか？どうでしょう。なんだか不気味な場所ですが、恐ろしい敵が襲ってきても、マリオさんなら勝てるはずです。ちょっとそういう過度な期待はやめていただきたい。あ、誰も出てこない。あ、宝箱あるよ。狙い撃て、森の大物。制限時間内にパックンフラワーの森のボスを倒せ。あ、ボス、ボスか。ボスなのか。あの中に、パワーストーン。なにこいつ。いや、気持ち悪い。なんこいつ、パンツ履いてるよ、パンツ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと。やばい。そっか、制限時間があるんだな。にゃー。やめてよ。で、どうやってやっつけるの、こいつ。当てるの？当てればいいの？超きついんですけど、あ、ちょっと待って。で、ちょっと、あれか、あれが体力か。なるほど。今初めて見た。いやー、これはちょっと待って。はい、目。あ、でもやっつけ、何？再び起き上がるの？何？はい。キャー、溜まったあ、なんか上にハートがあれやねん。あれが急所？違う？あの、なんかデベソみたいなやつ。こう、なんかこう見たら見えんのやねん。あ、なんか怒った。何それ？ちょっと聞いてないから。聞いてないって何それ？何それ？攻撃なの？これ打ち返せるの？いや、打ち返せませんけど。いやー、どういう状態よ。いやー、やべ。後ろに戻った方がいいのね、打ったら。ちょ、えい。怖いっす。しかも届いてない。はい、来い。やった。てい。ちょ待って、いけてない。あれが、一回減ったらハートが一個なくなるってことかな。一回全部減った。ちょ待って、返すの早い。ちょ待ってって。ちょ。あと一回当てたら多分ハートが一個。え、減らないかな？減らないかもしれない。待って、いけてない。間に合ってない。あいつが、ちょ待って。間に合ってない。スピードが間に合ってないよ。はい。おぉ。ちょっと待って、普通に。あの時に当てたら1個減るってことかな。あの状態で当てたら。あれ？このなんか体力が全部、一旦全部減ったら、
あの状態になるってことか。で、あっこを打ったらハートがなくなるんだな。オッケーオッケーオッケー。やっと把握。で、この状態的にはどうしたらいいんですか？この状態的にはどうしたらいいんですか？あぁ吹き飛ばす。ちょっとやめてやめて。これはひたすら避けるしかないの？避けるしかないのか？ちょ。はい。一応収まったんじゃないんかーい。なんなん、ちょっと一回食らったら収まって。ちょっと待って、違う違う、方向が違う。へい。でもこの一回一回でさ、相手に与えれるダメージというものを、ちょっと待って、いやな、避けることになったな。相手に与えれるダメージというのは結構でかいよね。ちょ何その素振り。ちょっとお力食べすぎでしょ。待って、あ、ちょっと待って。キャーやばいやばい。でもハートあと1個なんだよ。ハートあと1個なんだよ。頑張りたいっす。ボヨーンって。何今の。今のは何、無効化したの？無効化したの、私の攻撃を。おっしゃ、来たー。はい。違う、ボトスボタン間違えた。行った？で、そのデペスは倒れるまで出てないことない、絶対。はい、クリア。で、そこにあるのね。何があるんやっけ？パワーストーンやったっけ？パワーストーンでした？ちょっと、用語が覚えれない。おっしゃ、レベルアップ。あれかな？与えるダメージがでかいのは、ウッドラケットになった件ってことかな？攻撃力が上がった。やりましたね、マリオさん。あんなすごい敵に勝ってしまうなんて。お、一つ目のパワーストーンを手に入れた。何個いるんやっけ？ 10 個？ 5 個？これがパワーストーン。私でも恐ろしい力を感じます。残り4つのパワーストーンも急いで探しましょう。あ、5つなんやね。了解。フリーマッチとスイングでパックンフラワーの森コートが使えるようになりました。お。やったね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれだな、せめてパックン、青いパックンの狙い撃ちぐらいは返せるようになりたいな。キャラクター相手じゃなくてもね。